こんばんもーい。こんばんもーい。声届いてる？来た？あ、よかった。あわ、聞こえた。失礼しました。失礼いたしました。聞こえた。よかった。こんばんもーい。聞こえます？ありがとうございます。というわけでじゃあ始めていこう。絵はカクカクしてる。大丈夫っぽいですよ、こちらでは。本当？ネットも有線つないだから大丈夫のはず。というわけで始めていきます。アルティスタ .com 略してアルドコー。パラ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 。はい、この番組はコンボアルティストのキャラさんのイベント情報、イベントの告知、新商品や既存商品を紹介していく番組でございます。本日はこちら、ジンギスカンのジンくんコラボルーム、ホテルウィングインターナショナル札幌すすきの店の部屋の一角風からお届けしております。音が変？なんか大丈夫？うちの換気の音？うん、部屋ではないです。部屋ではないです。これ写真なの。はい、ベッドにダイブ。あ、できない。ベッドにダイブできない。ベッドにダイブ。あ、ちょっと寝てる風になるんじゃないこれ。くんのお部屋で就寝。ホテルいるっぽく見えますよね。すごいね。泊まりたいと思って来ちゃいました。写真だけどね。いるっぽいでしょ。すごいね。ジンくんルーム。あ、そう、ホテル泊まってる人が見てたらええってなるよね。部屋にいる。あ、しほおやすみ。ちなみにコラボルームは、あ、違う違う、その前に、本日の放送は広報担当じゃないや、なんだっけ私なんだっけ、イベント担当か。広報担当でもあるでしょ。まあ、広報担当、そうですね。この間イチオシでは広報担当って書いてたかもしれない。のガラさんと、うちの看板美羊ジンギスカンのカンくんとお届けします。よろしくお願いします。今日も元気に行くぜ。というわけで今週の報告、12月10日土曜日にですね、工房アルティスタコーバイブ札幌テレビ塔店が無事オープンいたしました。ありがとうございます。毎日たくさんのお客様が遊びに来てくれて、もう特にね、もう初めましての方も本当に多いし、お子様連れの方も本当に多いし、まだカン君行ってないんだけどね。ね、今さ、私さ、こうやってさ、あ、今日のお知らせはとか言ってポチポチやってた時にさ、あ、カン君まだお店番してないじゃんと思って。ちなみにカン君のお店番予定は一番近い時は水曜日だ。水曜日ですね。その次が月曜日かな、来週の。カン君もお店番しますのでね、よろしくお願いします。で、札幌テレビ塔に出したことによって、出店したことによって本当にたくさんの出会いもある中ね、いつも遊びに来てくれる方たちもたくさん会いに来てくれております。あの、カン君はこれからだね。これからいっぱい出会いがあるから、きっとカン君に出会って、カン君好きになりましたって言ってね、
ぬいぐるみゲットしてくれる人もいるかもしれないからね、可愛さいっぱい振りまかないとね。こんばんもコロナ脳で瀕死です。ゆうみさん大丈夫かい、しんどいね。お、元気玉がとてつもない元気玉が送られました。ゆっくり休みながらね、無理しないでください。そう、平日はキャラさん3回登場してて、土日はね4回登場してるんですけど、その中で17時の回がね、17時の回がイルミネーションがとっても綺麗に見えて、目の前がちょうど大きなクリスマスツリーの点灯があるんですよ。確かね4時半に着くんだよね。でジンくんたちとかね、出番が5時だから、ちょうどねたくさんねお客様も来てくれてて、でテレビ塔の下はライトがついてるから、テレビ塔の下にキャラがいて、そのテレビ塔の下側からツリーを映すとキャラさんもツリーも綺麗に撮れるので、ぜひ17時の回はイルミネーションと、キャラさんの可愛い写真を撮れますので、楽しみに来ていただければと思います。自撮り？自撮りしたいの？次自撮りするにはちょっと遠いかもしれない、カン君。ちょっとね、ツリーの真下まで行ったらね、自撮りで綺麗に撮れるかもしれないけど、真下だとちょっと公園の方行っちゃわなきゃいけないからね。じゃあテレビ塔と大通りに怒られない範囲で行動しましょう。はい仲良くやっていきましょう。そう、ギス君とねツリーのお写真もたくさん撮れて、もみじちゃんもね今日テレビ塔さんに会えて、父さんとツリーと一緒にお写真撮ってました。なんかもみじちゃんのちょうど頭のここからこうやってツリーが生えてて、なんか帽子かぶってるみたいで、すごい可愛かった。三角帽かぶってるみたいなの、可愛いよ。ぜひ遊びに来た方はそちらも楽しんでいただければと思います。で、営業時間小原寺多幸バイブ札幌テレビ当店は、しばらくの間は10時から18時を予定しておりますが、混雑状況とか、その日によりイベントの状況とかによって変わっていく可能性もございますが、今のところは10時18時の営業時間となっております。で、12月は休まず営業でございます。私休む、大丈夫、あなたも休むでしょね。休みはしっかり休むからね。で、12月の予定で言うと、12月の24日はいはい、クリスマスイブ、やったー、カン君もとっても楽しみのクリスマスパーティーがあります。楽しみすぎてどんどん前行ってるもんね。クリスマスパーティー in 札幌テレビ塔、こちらがですね、どうした、話聞きたいのね、詳しくね。気合入りすぎて顔消えてるよ、なんか。はい、カン君もとっても楽しみのクリスマスはですね、12月24日オープンの10時から1階購買部にてビンゴカードを1枚500円で販売いたします。はい、で、何時だっけ、私のメモ帳何時だっけ、12時だっけ、12時からパーティーか、12時からパーティーか。でビンゴ大会スタート、なんと先着1名様には、ジンくんクリスマスケーキが当たるという企画もご用意しております。で、いつも私たちが食べてるクリスマスケーキの、じゃあクリスマスじゃないや、
いつも食べてるケーキのね、ケーキ屋さんがちょっともうクリスマスイブなのでかなり混雑していて注文がね難しくて、今回ちょっと違うケーキ屋さんになりましたが、可愛いケーキが届く予定でございますので、またイラストイメージとかがね分かりましたらご案内いたします。ちょっとみんなせケーキって言わないで、ケーキ知らない？私がクリスマスケーキのことケーキって書いて物議を醸したの間違えちゃっただけだよ。じゃあみんなでケーキって言う。違う、ちょっとみんなにみんなの景品を考えてたの。そしたらごじったの。だから先着1名様にはクリスマスケーキが当たります。ケーキが当たります。クリスマスケーキの上にザンギ乗っけてもそれあげます。間違えた。励まさないで、やめてよ。何？やめた方がいい？カン君がやってくれんの？カン君ケーキ作る？やめとこ、やめとこ、うちらはやめとこね、うちらはやめとこ。やめて、怖い怖い怖い。キッチン壊す勢いだから。先着1名様はケーキまたはケーギが当たるんですけど、それ以外の方にも、景品をご用意してプレゼント予定しております。1枚500円で参加できますので、必ず皆様に何か景品は当たるようには準備を整えていきますので、ぜひぜひご参加いただければと思います。私ケーキは昔は作れたのよ。ちなみに24日土方くんも遊びに来てくれます。果たしてカン君と土方くん会うことはできるのでしょうか。楽しみ。ちょっと会えるように時間調整しなよ。確認してきな。はい。そして、年内の予定で言いますと、他にもね新商品発売などを予定しているところがあるんですが、まずは12月31日年末の営業時間だけご案内しておきます。オープンは10時から15時までとなっております。皆さんお家帰ってゆっくり休んでください。年末なんでね。で1月1日はお休みさせていただきまして、1月2日早速初売りでございます。いろいろ準備もあると思いますのでお手伝いもお願いします。クリスマス頑張るね。はい、よしよしよし、ありがとう。よし、今クリスマスって言っただけで動き始めたからよかった。はい、あとご案内で言いますと、クリスマスといえばコボアルティスタ第21回クリスマスカードコレクションクリスマスカードコレクション2022開催中でございます。こちらは12月25日まで 25日まで、クリスマス、じゃあミュンヘンクリスマス市大通公園2丁目で開催されてます。ミュンヘンクリスマス市内で、開催しております。いやー今年も盛り上がってますよ。私昨日サンタさんに会ったから、サンタさんがねなんかプレゼント抽選会でプレゼントあげてた。私サンタさんの隣に立ったんだ、こうやってへへへって言ってクリスマスカードコレクションは、2丁目会場でねやってるんですけど、そちらはオープン
11時から夜9時までの営業となっております。11時から夜9時まで美味しいご飯もたくさん食べれます。そう、定番のアーモンドもあればプレッツェル、そう、なんだっけ、ソーセージとか、あとはホットワインとかね。そう、ホットワイン飲みたいのよ。なに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 、え、それ何、何食べてたっけ。ダメだ、今筋肉にしか見えないもん。やーに見えちゃう。リンゴ飴？あーそうだね、リンゴ飴あったね。食べたいの？食べたいの？そう、リンゴ飴の、しかもなんかちっちゃい姫リンゴバージョンと大きいバージョンとチョコバナナもあって、なんか屋台みたいなね、楽しかったよね。食べ物もいっぱいある、楽しい。食べて、イラストも見て、グッズもゲットして、イルミネーションも見て、最高だね。すごいデート夢見てる。リンゴ飴ね、土方くんと食べたりするの夢なんだもんね。叶うといいね。楽しみだね、クリスマスイブもね。で、ミュンヘンクリスマス1会場やってます、やってます。そしてもう一つ、もう一会場ですね、三省堂書店札幌店さん、札幌駅 JR スクエア、え？ JR なんだっけ、スクエア、ステラ、ステラプレイス、あ、ステラプレイス、今全然出てこなくなった。ステラプレイス5階三省堂書店札幌店さんにて、クリスマスカードコレクション、開催中ですが、こちらの、後半ですね、後半の番号の皆様の商品が今日から並んでおります。またね、照明の明るさとかも違って、作品の見え方も違ってくると思いますので、お仕事帰りとかね、立ち寄れる方はぜひぜひ立ち寄って見てみてください。こちらの会場は、10時から9時まで、朝10時から夜9時までやったりしております。あとは、電脳購買部通販の方でも、クリスマスカードご注文いただけますですが、結構そろそろね、お急ぎの方はお早めのご注文を、クリスマスに使いたいんだっていう方はなるべくお早めにご注文いただければと思います。自分用でコレクションで買うんだっていう方はね、ギリギリでも大丈夫だと思うんですけど、どうしてもギリギリに注文してしまいますと配送の期間の関係もありますので、余裕を持ってご注文いただければと思います。はい、そしてそして、ね、一個ね、お知らせがしたかったな。これこれ、あれ、なんかバグってる。めっちゃ遅くない？餅の気持ちの受注商品の注文がね、確か本日までのはずなんですよ。それの話をしたいんだけど、ちょっと今データが出てこない。餅ジャンパーですね。こちらの受注が、本日までとなっております。餅ジャン
もちじゃんじゃん。これねすごい可愛いんですけど、あのもともともちじゃんはこれどっちでしたっけ、デザフェスモノビレ、もちじゃんってどっちだったっけね、どっちもか、じゃあ、どっちもありがとうございます。どっちもあのイベントで販売していたものなんですけど、こちらをあの電脳工学部でしたら今なら受注で購入することができますので、皆さんぜひぜひもちじゃんのチェックもお願いいたします。もちじゃんかわいいんで、いいじゃんもちじゃん。そうね、これが今日まででございます。あとはね、あ、そうだそうだ、テレビ塔さんがねここ数日の間ね、あの登場してくれることになってるんで、よかったらテレビ塔さんにも皆さん会いに来てね。塔さんね、確かね今日も来てくれたでしょ。で、明日と明後日連続で夜7時の回、夜というか夕方7時の、17時、夕方5時の回ね、来てくれますので、明日、明後日もいますので、ぜひぜひ会いに来てください。あ、そうじゃん、コン君会えるじゃん。一緒にイルミネーションの撮影できるよ。ちょっとテレビ塔さん、イルミネーションよりも輝いてるかもしれないけど。あ、コン君もね、イルミネーションより輝いちゃうかもしれないですけど、皆さん写真うまく撮ってあげてくださいね。おーね、輝いてるからね、カン君ね。あ、未来先生からのお知らせです。もちじゃん、ただいま受注受付中のもちじゃん、薄手なので春夏でも着れますとのことです。少し大きめに買って秋とかは中に着込んで着るのもいいかもしれないね。質問系は大丈夫かな。あ、今時期は中にパーカー着てます。そうね、パーカーの上に着るとちょうどいいかもしれないですね、もちじゃん。途中から見てた方もいるのでね、改めてお知らせしておきます。あ、ジンギスカンのカン君です。そして、私たちホテルの部屋にいる風ですけど、もう全然これイラストです。イラストじゃない、写真です。全然壁です。泊まりに行きたい、泊まりに行きたいよ。本当はどこにいるんですか？いつもの部屋です。いつもの撮影部屋でございます。いつも変わらずホテルにいる風でお届けしております。今日ホテル泊まってる人いたらびっくりするね。確かに。あ、そうだ、ホテル、ジンギスカのジンくん、ホテルウィング札幌すすきの店、こちらの予約状況って今どうなってるのかな。さっきね、あの来月予約取りましたよっていう方もいらっしゃいましたけど、ぜひぜひ皆様あの北海道旅行の際はチェックしていただければと思います。おお、2月あたり埋まってるな。1月まだ空きもあるみたい。皆様ぜひぜひ泊まって感想を教えてください。お部屋ね、1部屋しかないのでね。
札幌市民ですが先週泊まりましたよ、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。クリスマスは配信ありますか。したい気持ちはあるんだけど、したい気持ちはあるんだけどっていう感じです。クリスマスパーティーがビンゴ大会なので、どうしてもお客様の姿が映ってしまうんですよね。なのでちょっと要調整な感じでございます。北海道行きたい、また待ってますよ。カン君だ、めんこいだって。うん、めんこいでしょ。カン君のお誕生会もテレビ塔の2階で開催予定ですか。カン君の誕生日は、追ってご案内します。うん、考えます。まあ、考えてるものもあるんだけどね、いろいろね。雪合戦するの、カン君の誕生日。うん、雪祭り中だからな。そうなのよね、テレビ塔は無理だわ、借りれないか。うん、そうだよな。まあ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 、いです。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。です。違った、そうじゃない。大丈夫だよ。ちゃんと考えてるから。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ね。2月9日、カン君の誕生日。ね。大丈夫、大丈夫。大丈夫疑いの目かける。大丈夫、大丈夫、大丈夫。はあ。毎年クリスマスじゃないや、毎年雪まつりで忙しい日なんだから本当に。はい、というわけで質問コーナー、何か質問あります。大丈夫、なんか考えた、うん、大丈夫、考えてる、考え、なんだ、やる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 、なんかやる、なんかやるから大丈夫大丈夫。あと2ヶ月なの、やばくない。年末年始は札幌と電脳購買部でいろいろと企画をご用意しております。よろしくお願いします。土方くんコーヒーは再販予定ありますか。今のところございませんと聞いております。あ、お願いされた、この子からも。そうね、また機会があれば。はい、画伯の画集の発売決まったって本当ですか。本当ですか。決まってないです。その情報の出所を教えてください。本当にご情報もいいところですね。全国キャラバン点点点の点点点でございます。決まったらちゃんと案内しますんで、決まったらちゃんと案内しますんでね。あー、ガラちゃんのやってみようトライ配信はいつですか。ない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 です。もうやって到来じゃないですか、ほとんど。そんなに早く切れんの、カン君。全部ちゃったちゃった今の悪い、見ました？ん？トン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 、ビヨーン、全部繋がった。そんなひどい。なんか大阪のビルに画伯っぽい絵がデカデカと描かれたビルがありました。ヤバビルですね、めっちゃ気になる。芸術は爆発だからね。うん、年末ジャム羊くじありますか。近いものはあります。年末ジャム羊くじという名称はございませんが、別で
用意してます。ます。あ、でももう発表してたか。うん、しれっと。しれっと購買部にね、今月のイベント情報載ってるんですよ。気づいたかな。ね、してるよね。でもあれ、あそこでしか書いてないよね。発表。逆に。そう、購買部限定発表。だよね。そうだよね。油断できませんな。急に発表。そんなの知らないが、購買部にたくさんあった。ね、いろいろ情報書いてたでしょ。ふわっと。黒板のやつ、黒板じゃなくてね、レジ上、レジ上に実はあの発表案内係がいて発表案内してたんですよ。書いてた、レジの上でしょー、でしょー。テレビ塔の購買部では画伯とガラシャに会えますか。画伯はイベントの時とかもしかしたらお手伝いお願いしたらいるかもしれないですけど、私は基本います。休みの日以外はいます。私の休みの日以外はいます。今年は1枚カレンダー配布はありますか。あれなんだっけ、でかいやつか。あ、入稿しなきゃ。あ、なんか考えてるみたいです。社長はいますか、テレビ塔に。全然いないです。まあ、クリコレやってるんで、もうほぼほぼクリコレと制作ですね。私は基本います。たまに通りかかる。そう、クリコレに行くか、クリコレ会場に行く途中で通りかかっていつも社長いる。社長全開しましたって、まだね、ごほごほっていうか、あの機関やられちゃってるからあんま喋らせてないです。喋らせてない。喋るなって。違う、そういうじゃなくて、喋らなくていいからねって言ってるの。席が残ってますね、ほんとかわいそうに、しんどそうで。こんな感じかな。特にないですか、質問はね、ないですか。うん、大丈夫。じゃあカン君はあの寒いから、あのテレビと、あの中でもいいんだけど、お外出たいでしょ。お外出たらすっごく寒いから、マフラー巻いてちゃんと目かししていってね。ギスくんくじはいつ頃発送になりますか。ギスくんくじは準備中で、まもなく始まるんじゃないかな。お待たせしてすみません。すみません。一応ね、発送、そうね、発送は12月10日以降を予定してますっていうご案内だったんですけど、ただいま準備が整ってきておりますので、そろそろ発送が始まるんじゃないかな。テレビ投稿ウェブでもらえるカードいつまで配布ありますか。週末までありますか。あります。一応ね、年内は配布を続ける予定でございますので、たくさん遊びに来てください。お会計いただけるたびにお渡ししてますのでね。あの2日間しか札幌いないのっていう人でも、あの2日間の間でキャラさんの登場のたんびに来てくれたりとかするとね、あのお買い物1回でもすれば1枚お渡ししますので、はい、よろしくお願いします。ぜひコンプ目指してゲットしてください。かっこいい。はい、じゃあそろそろ今日の放送は終了しますか。ゆきさん、ランダム配布ですか。ランダムです。ランダムとなってます。お客様に選んでもらってます。引いてって。すいません、みんなに心配されてる。
失礼いたしました。ちゃんとコート着て外出ます。なんかベンチコートあったよね。あります。急いで出てレジ直前までレジやってて、そのまま出てたりして、なんかパーカーのまま外出ちゃってたんです。何回か大変失礼いたしました。ちゃんとコート着ます。で心配してね、ギス君にも温めてもらっちゃって申し訳ない。あ、優しいね、カン君、ありがとう。温まるよ。昨日ね、ジン君にはね、温めてあげるって言って、そのままね、おしくらまんじゅうと突き飛ばされたから。ジン君らしいでしょ。ジン君らしいでしょ。鍋に乗せなかっただけ。あ、お客さんのことは焼いてました。あ、寒いの、どうぞ、ジューって。私はあの力技だったから、ドーンって。はい、というわけで次回の放送は次回は12月19日月曜日、多分来週も19時半になるんじゃないかな。変更になった場合はご案内いたします。はい、変更になった場合はご案内いたします。19時半ごろ予定しております。ではまた来週お会いいたしましょう。購買部でもお待ちしております。今週もご視聴ありがとうございました。またねー。じゃあ、おやすみなさーい。よいしょ。おやすみなさーい。ジンくんルーム最高ー。バイバイ。